いや、しかし参ったね。前回の高知沖ノ島町港では、油の乗ったカツオが釣れました。このカツオをもう一度食べたいと思い、またまたやってきました。本日の潮汐についてご説明させていただきます。本日は大潮で、満潮時刻は午前5時59分。干潮時刻は午後0時49分でした。この堤防に到着したのは午前5時ごろ。つまり朝まずめの時間帯で満潮時刻となり、以降は下げ潮での潮行となります。そして本日はハプニングにも見舞われる兆候ともなりますが、東ノープ主はそんなことが起きるとはつゆ知らず、タックルの準備を進めています。今回使用するタックルはご覧の通りで、今回はシマノのサハラの4000番のリールに PE ライン Y1.5 号を使用します。さて、準備が終わったので早速堤防の上にはしごを使って登っていきましょう。天候は午前中の間は曇りでローライト気味です。風はほとんどなく、風速2メートルから3メートルの風でした。5月の気候ということも相まって、とても穏やかな中釣りができる環境です。使用ジグはローライトの状況では目立つカラーがいいので、カルティバの投げ技ジグ 40g イカキンDを使用します。とは言っても、ウプ主の先発ルアーは、いつもこのイカキンDから使用しているんですがね。まずはジグをキャストをして、どの方向に潮が流れているか大まかに把握したいと思います。さすがに目測では潮が流れているのかわからないので、ジグが流される方向で判断します。ジグを中層付近までフリーフォールさせて、ベールを返してジャークを開始しました。ジャークの抵抗感から、あまり強い潮の流れではないようです。しかし潮が全く流れていないことではないようです。ジグがウプ主の元へ帰ってきました。お帰り。このキャストからウプ主は、中層から表層にかけて、画面右方向から左方向に、穏やかな潮の流れが生じていると判断しました。そこでウプ主はおもむろに潮下の方へキャストしました。狙いは、ジャークした時にジグが正面から潮が当たるようにできるだけしたいためです。こうすることでジグがよく動き、青物にジグを見つけさせて、捕食スイッチを入れてもらいたいと思っています。また、ジャークした時の抵抗感がより強く感じるようになるか確認する意味合いもあり、潮の流れが合っているのか、精度を上げる意味合いもあります。沖の方では当たりはありませんが、手応えはあったのでこのままアプローチを続けていきます。堤防手前までジグが到達しました。ここでウプ主は中層付近までフリーフォールを入れていきます。ジグが中層付近までフリーフォールしました。そしてベールを返してジャークを開始した瞬間でした。よっしゃ。おぉ。したよ。青もね、絶対で、ラインブレイクしてしまいました。当たりとしてそこそこいい当たりだったんですがね、もったいないです。しかもリールを巻いてラインを回収していますが、とても軽いです。これはジグごと持っていかれたな。ご覧の通りジグごと持っていかれていました。そしてこのリーダー部分よく見てください。魚に引きちぎられた跡がありますね。きっと歯の鋭い魚なのでしょう。ここでウプ主が考えていたのは、サワラやハガツオが回遊しているか、もしくは別の魚がヒットしている時に、ダツやサメがラインを食ってきたかです。ということでリールを変更します。いつものダイワのレガリスの4000番のリールに、PE ラインは2号のタックルとなります。しかしこのタックル変更が、この後ウプ主が起こす悲劇の始まりでもありました。ということで、先ほどのヒットで青物がおそらく回遊しているのだろうと予想はついたので、アプローチ方法は一緒でいきます。まずはタックルを変更している間に、潮の流れや速さが変わっていないか確認していきます。普通に沖にキャストして中層付近までジグをフリーフォールで沈めます。ジャークをした時の抵抗感は特に先ほどと変わりありません。また、潮が流れている方向も画面右方向から左方向のままのようです。そして、同じようにアプローチしようと思っていた矢先でした。画面左方向の沖でボイルが突然発生したのです。これは千載一遇のチャンスです。ジグをボイルが起きた方向に向けてキャスト。この時できるだけボイルが起きた位置から、さらに沖にジグが着水できるようにします。皆様ご覧ください。このように何かしらのフィッシュイーターがドロー層でベイトを食っています。そして、アプローチをすぐ開始した時でした。よいしょ。一回バレましたがもう一度当たります。かなり高活性の魚が回遊しているようです。またヒットしました。今度こそものにできるか？バレてしまいましたね。
そのバラし方はまるでヒラスズキがエラ洗いするかのようでした。かなり沖でのヒットだったので断定はできませんが、表面に姿を現した魚はおそらくシイラだったのではないかと思っています。ここ高知県沖の島は、エリア的には豊後水道ではありますが、かなり太平洋から流れる黒潮に恩恵を受けるエリアとなります。なのでカツオやシイラなど、黒潮でよく見かける魚がよく釣れるエリアなんですね。幸いジグはロストすることはなく無事だったので、タックルはこのままでいきます。そしてここからはウプ主の悲劇が始まります。先ほどの沖でのボイル以降中層から表層での魚のヒットがないため、アプローチ方法を少し変えました。今度は先ほどよりもさらにボトム付近まで棚を下げていきます。着底まではさせませんが、かなりジグをフリーフォールさせました。沖のボトム付近までジグをフリーフォールさせていきます。この高知県沖の島のエリアでは 40g のジグだと、潮が速いと着底させるには物足りない重さとなります。しかし今回は思いのほかジグが流されないのでそこまで速くない潮の速さなのだと思います。ジグが堤防手前に到達し、中層付近をジャークした時でした。ここで大きな当たりがウプ主を襲います。まだ見えてこない魚をなんとか浮かせようとしている時に悲劇が起きます。ああ、なんじゃい？なんじゃい？一体何が起こったというのでしょうか？スローでもう一度確認してみましょう。ロッドをお腹で支えて懸命にリールを巻いています。ここでなんと、魚がヒットしている最中にバキッとリールのハンドルが折れました。はっきり言って釣りを始めて以来最大のピンチがここでやってきました。ウプ主、ここで万事休すか？嘘やろ。折れるとかある？やばい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 、これはやばい。しかしウプ主は諦めません。ハンドルは折れましたが根元を回してみるとなんとリールが動きます。時間はかなりかかることを覚悟して折れたハンドルを少しでも回してヒットしている魚を浮かせにかかります。果たしてこのハプニングの中、このまま魚をバラすことなく釣り上げることができるのでしょうか？よっしゃ、カンパチっぽいなこれ。カンパチなのはいいけど、待ってくれ。ここでようやく魚が浮いてきました。ヒットしていたのはカンパチのようです。カンパチは他の青物と引きが少し異なる印象です。ハマチやヒラマサは横に走りますが、カンパチは下に潜っていく感覚があるのが特徴です。またこの堤防は7メートル以上の高さがあるので、このまま引き上げると 100% 魚がバレてしまいます。そこでウプ主は下の堤防で引き上げることにしました。そうすることでバラす確率が低くなることや、ロッドへのダメージを減らせます。魚が弱ってきたのを確認し、堤防の先端まで移動してきました。ここでカンパチを下の堤防に引き上げます。やった、なんとか釣り上げた。残り71本。やばくねこれ。ちょっと待って。マジかよ。折れてしまったな。結構気に入っちゃったやけどな。なんか魚が釣れたのはなんかどうでもええな。まあでもそこそこいいサイズのカンパチ釣れました。めっちゃショックなんやけど。リールのハンドルが折れるハプニングがあったものの、なんとかカンパチを釣り上げることに成功しました。カンパチが釣れたことは嬉しいですが、お気に入りのリールのハンドルが折れたことはショックなので、複雑な感情です。そしてこのカンパチ、見た感じ自己新記録を更新しているサイズに見えます。これまでウプ主が釣ったカンパチ系統のサイズ自己記録は50センチです。これは関西では潮と呼ばれるサイズです。一般的には60センチ以上からカンパチと呼ばれるサイズとなります。果たしてカンパチと呼ばれるサイズとなっているのでしょうか？ここでサイズ測定です。今まではね、カンパチ50センチが最高記録やったんですけど、51センチです。自己記録更新です。対抗があったのでカンパチのように見えましたが、結果は51センチでした。それでも地味に自己新記録更新です。ヒットルアーはカルティバの投げ技ジグ 40g 以下金 D で、ヒットした棚は堤防手前の中層付近でした。やはりカンパチは他の青物とは違い、比較的ヒットする棚はボトムに近いですね。というわけで皆様お待ちかね。釣れた魚の血抜きタイムに突入します。まずは氷の準備から行っていきます。本日は 1.7 キロの氷を2袋分買ってきました。この氷を袋から出さずにそのままクーラーボックスに入れておきます。そして、血抜き用に使う海水を高王ジャンと組んでおいたら、血抜きを行っていきます。まずは脳天締めからです。エラ蓋の延長部分から指でなぞっていきます。そして少し山になっている部分を越えたあたりが急所となります。このポイントにハサミを入れていきます。口が開きました。
脳天締めが成功したようです。これが成功したかどうかの判断基準となります。そして、脳天締めの後は両方にエラ膜にハサミを入れていきます。片方のエラにハサミを入れたら、魚を反転させてもう片方のエラからもハサミを入れていきましょう。そして、先ほど鉱王ジャンと組んでおいた海水が入ったバケツの中にしばらく入れておきます。出血を効率よく促進させたい場合は、ここで魚を振ることでよく血が抜けるのでさっさと血抜きしたい場合はおすすめします。ウプ主は魚の血抜きをしている間に、クーラーボックスの海水を作ります。袋のまま氷をクーラーボックスに入れておいたら、海水を鉱王ジャンと組んでクーラーボックスに入れます。こうすることで、魚を保存するときに直接氷と接触することはないですし、冷たい海水の中で保存できるので、魚の鮮度も保てますね。魚の血抜きがそろそろいいくらいになってきました。少しでも匂いを抑えるために、体についた血をしっかり洗い流しましょう。血抜きが終わったら、冷海水が入ったクーラーボックスの中に入れて保存しましょう。ちなみにリールが壊れてしまった件ですが、幸いにも壊れた部分がハンドル部分でした。本体はちゃんと元気です。なので純正のハンドルを Amazon で注文して、再セットしました。ちゃんと元気に動けるようなので、次回の調校では、再びメインタックルとして登場予定です。ご心配なく。続く。